走攻めの後、私たちは白帝城で孫悟を討ちました。あとは葬儀を五条弦で打つのみ。孔明様の天下三分の計、最後の一手です。こたびの戦、物資の補給が明暗を分けましょう。私もそのために尽力してきました。なんとか乗り切ることができれば良いのですが、この五条弦で我が部のすべてを尽くします。竜の妻としての誇り、どうかご覧ください。そして孔明様、共に天へと昇りましょう。ついに葬儀を打つ日がやってきました。決戦の舞台となるのは不風軍の五条弦です。亡き劉備殿の悲願はここに達成されるのです。敵は私たちの決戦の息を悟り、総力を持って防備を固めています。補給線と物資を維持活用して敵陣を崩さなければなりませんね。長き戦いの中で多くの後進たちが世を去りました。月影、どうかあなたは生きてこの乱世を越えてください。共に誓いよ。いよいよです。この五条弦で長かった義との戦いに終止符を打ちます。自ら描いた天下三分ですが、私の計算など及ばぬほどに遠く険しい道でした。少将、行きましょう。今こそ天を一つとする時です。これが私の最後の戦いの場所。炎の火を何としても急戦を維持し、総攻撃に決着をつけます。月影様、仰せの通りに準備整いました。この木牛があれば危機を脱することもできましょう。皆生きてこの戦に勝ち、共に新しい世を迎えましょう。
てか。敵将撃ち取った。強いな、本気で行くぞ。のものをお持ちしました。よし、来たか。これで流れを引き寄せる。やや来た。手加減しなぞ。わしと勝負せ。拠点と手甘く見るな。行くぞ。いざ参ります。
わないのか。これか。最後の一切だろう。敵将撃ち取った命の重みが分からぬか。何度来ても無駄だ。攻めの構え崩させはせん。いざ参ります。進む。図に乗るなよ。Yeah!
敵将打ち取った。攻めの構え。させません。いざ参ります。鮮やかなお手並み。拠点とて甘く見るな。行けんな。このようなところで果ててしまう。敵将討ち取った。この先へやらせるものか。くらえ。
が乱世とは思えん。敵将討ち取った。鮮やかなお手並み。苦しいだよ。敵将討ち取った。やっ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 。まだ来るか。何だしても無駄だ。やっやっやっ。いざ参ります。愚か者どもめ、これでも食らうがいい。バカめ、貴様は今ひときわ無様な死に方を選んだのだ。私を倒すつもりか。困ったやつ。No!
この私を本気にさせたいんだ。共に散るがいいわ。バカめが、私は貴様などに屈しません。この際を生かせぬとは、愚かな時代よ。敵将討ち取った。葬儀との決戦に勝利することができました。芝居は己の地に負けてしまったようなものです。哀れな最後でした。三個の霊より数十年、天下三分を経て、私の思い描いた天下に至りました。これからの天下は神が描くものとなりましょう。時は紀元2世紀末、漢王朝の権威は地に落ち、中国大陸は群雄割拠する戦乱の世を迎える。自ら覇道を歩む者、大義をなそうとする者、信じる者のために戦う者、あまたの英傑が乱世に名乗りを上げ、そして消えていった。月英、上陽の名士、孔祥元の娘、天文から兵法まで広く学問に通じた才女で、発明の才があり、からくり人形などを作っては訪れる客を驚かせていた。孔祥元は剣士として名高い諸葛亮こそ娘にふさわしいと考え、縁談を持ちかけた。諸葛亮は月英の才智を聞かされると、会わぬうちから興味を抱き、二人は夫婦となる。諸葛亮が劉備の軍師に迎えられると、月英もまた劉備のために力を尽くした。戦場での活躍もさることながら、その発明の際は諸葛亮の知略を大いに支えることとなる。南中平定に出陣した諸葛亮は、屈強な南蛮兵を相手に苦戦を強いられた。そこへ月英が発明した虎戦車が現れる。火炎を巻き上げて進む虎戦車の威力は敵を圧倒した。
さらに五条原の決戦では諸葛亮が物資補給に不安を持っていると知り、木牛を用いた補給船の強化を提案。これによって諸葛亮は存分に知略を振るうことができた。劉備亡き後、直感の命運を一身によって激務をこなす諸葛亮を、妻の月英は才知と愛情で支えた。戦いが終わり、新しい時代を迎えても、二人は手を携えて歩み続ける。この伝記は後世まで語り継がれ、悠久の時を経た今でも強い輝きを放ち続けている。となって満ち足りる。感謝します、月影。あなたが私の隣にいてくれてよかった。共に天命全うするまで行きましょう、孔明様。